クレメンス5世は14世紀初めのローマ教皇である教皇庁をアビニョンに移転しアビニョン補修の時代になったフランスのアキテーヌ地方出身で本名はベルトランド語というボルドー大司教であったフランス王フィリップ4世はフランドル戦争の戦費調達のために教会に対して課税し教皇史上主義を掲げるローマ教皇ボニファティウス八世と激しく対立し 1303年、フランス王国のレジストギオームド逃れに命じて、ボニファティウスの捕獲を図った。これが、アラーニ事件である。フィリップ4世は、強行捕獲には失敗したが、恥かしめられたボニファティウス8世は紛死した。ついで、同年10月に、ベネディクトゥス11世が、ローマ教皇に遠くらいしたが、わずか8ヶ月後に急死した。その死後は1年の空白があり、 アナーニ事件以来、教皇庁への圧迫を強めたフィリップ四世の講演により、1305年6月、ベルトランドコがクレメンス五世として教皇に選出された。その当意もフィリップが臨席した上で、南仏のリヨンにおいて、大冠式が行われた。このように、教皇クレメンス五世の知性は、当初からフィリップ四世の強い影響下にあり、 クレメンス・五世により多数のフランス人数企業が任命された。クレメンス・五世は結局一度もローマに入ることなく1308年教皇庁をフランス南東部のアビニョンに移した。当時、アビニョンはプロバンス博とナポリ王国の安住シチリア家の領内にあり、フランスの強い影響下にあった。以後、約70年間教皇庁は アビニョンにあって強行権はフランス王の強い影響のもとに置かれることとなった。またフィリップ4世の要請を受け、テンプル騎士団を異端と宣言し、1307年10月13日に呼び出されたテンプル騎士団の総長、ジャック・ド・モレーは逮捕され、同騎士団の多くが捕らえられた。拷問による異端審問が行われ、テンプル騎士団解散を決定した。 フランス国内の騎士団の資産は、フランス王フィリップ4世によって没収された。1311年、リヨン近くのビエンヌで、公会議を開催した。これが、ビエンヌ公会議であるが、ほとんど成果を上げることなく公会議を閉会した。なお、1314年、ジャック・ドモレーら騎士団の最高幹部は、異端として家計に処せられたが、ドモレーは、 死の際にフィリップ4世とクレメンス5世を呪ったという。くしくも、二人とも同年に、相次いでこの世を去っている。クレメンス5世の遺体は、安置された教会が雷による火災にあったために、ひどく損傷したと言われている。ありがとうございます。